これ卓球よ。本当重々卓球でね、金メダル取れて本当にね、嬉しい。昔ね、ピンポンという漫画で卓球めっちゃハマったんだけど、ヒーロー剣山、ヒーロー剣山、ヒーロー剣山、ピンポン星からやってくるってね。あの漫画見てね、卓球ってかっこいいなって思ったの。ね、中国が本当に強いから、なかなかね、壁を破れない。どの国も本当に中国の強大な壁が破れなかったところを、今回破ることができて、金メダル、オリンピックで金メダルを取れるって本当にね、すごいことだと思う。いやー、もう心から感動いただけて、もう感謝感謝よ。頑張れ日本。いやー